国立アメリカ空軍博物館で展示される T31 ゼネラルエレクトリック T31 はアメリカ合衆国で設計された初のターボプロップエンジンである。T31 を第2の位置に備えた XC-113 最初のアメリカ製ターボプロップエンジンはコンソリデーテッドバル TXP-81 実験機に使用された。 ゼネラルエレクトリック XT31 である。XP-81 はターボプロップとターボジェットを併用する初めての飛行機で1945年12月に初飛行した。T31 エンジンはアメリカ初の航空機用のターボプロップエンジンだった。初飛行は1945年12月21日のコンソリデーティットバル TXP-81。 による飛行だった。T31 は機種に備えられ、T33 ターボジェットエンジンは胴体後部で水力を追加した。T31 はターボプロップとターボジェットエンジンを併用する海軍の XF2R-1 でも使用された。エンジンは カーチス XC-113 に備えられて飛行試験を行ったが、XC-113 が地上で事故を起こした後、試験は破棄された。わずかに28機の T31 が生産されどれも量産機には使用されなかったが、T31 で得られた知見は、後の量産されたターボプロップエンジンに役立てられた。T31 の派生機種である、 ゼネラルエレクトリック TEG-110 は、軍用識別符号 T41 が与えられ、発注されたが取り消された。空軍博物館に展示される T31 一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。